大丈夫じゃない？オッケーオッケー、大丈夫。違う、マジ使い慣れてるな。分かってる、だってまあ3回目だよ、見た。いや、4回、まあ5回ぐらいか、多くて。触ってすら、触ってるのあんまないもん。うわー、ちょっといけなかったな。開いたら行こう。そうだね。手羽先食いてぇな。確かに食いてぇな。いや、手羽先もうまいもんね。あるかな。でも見たけどさっきなかったよ。なかった。はい。こっちの店か。今度。今度ね。今度。今度こう。そういえばさ、石村さん、たまに来ない？来ない？たまに来ない？たまにさ、俺らがさ、動画撮ってるの来ない？いや、毎回では言わないけどさ、本当になんか行こうぜ。月1とかで見てる。むしろさ、握手会あったけど、まだ分かりくれば。やだよ。ありがとうございます。なんで俺らが握手会行くんですか？いや、外だったらね。グラスは全部で3つ持ってます。3つでいいです。3つで。はい。私は未だに持ってるよ。私も持ってるわ。来ない。たまに来ない。来ない。居酒屋のおばちゃんみたい。石村さん、たまに来ない。たまにね。本当たまにね。ありがとうございます。いや、いいの、お前。はい、はい。スパーンっていったじゃん。あ、そういうね。あ、すまねえ。あ、そうっす。なんか見つけねえ。さすがにさ、空の食器の中にピールそのままぶち込んでたかもしれない。不動産以外で常識人わけだから最近。あ、そうなの。一番常識人だよ。俺が外れちゃったから。こっちの方が一番常識が外れてきたから。形勢逆転したんだよ。ここ入れ替わってると思えばいい。なるほどね。今まで一番狂ってやっぱ黒さんだったじゃん。一番落ち着いてるのが欲しかったじゃん。これが真ん中ぐらいだな。ありがとうございます。今黒と欲しいのが入れ替わってる。熱い、めっちゃ熱い。いつの間に頼んでたの。黒さん頼んだやつ。これが空いてるの。こっち空いてるの。こっちがちょっと。これめっちゃ熱い。めっちゃ熱い。これ熱い。すごい熱かった。最近あの黒さんが最近来てるからな。ね。最近来てるんだよ。来てるよ。動画撮りする。マジで。うん。一生っぽいよ、だから。結構呼ばれたって。うん。いや、こいつね、一回ね、あのね、旅行行ったなんかはね、バイキャスで俺に届けに来よう。いや、それはマジか、行けっつったもんね。お前バイキャス行けっつった。いつでもいいから、俺らは。だからむしろ、俺らがさ、曜日行ったらさ、バイト開けてくれるんだよ。いいよっつって。そうそうそう。だってね、だってさ、あれ、黒さんの前で話してなかったけどさ、最近黒さん全然やばくねって言ってさ、最近はさ、逃げ惑ってたのがさ、最近さ、まあ、相手とは行くよからさ、負けるようになってさ、どうしたの。いや、だんだんね、だんだん性格変化が。何が起きたの。いや、まあ、そうだね。高校時代はほら、何、まあいつでも会えるじゃん。まあそうなんだ、ね、まあ大学になってさ、みんなも分かりばれでしょ。こういうさ、タイミングがないとさ、会う機会ってない。真面目か、お前は。僕と女さんだったんで、うわー、うるっとくるわ。嬉しい、嬉しい。うちの工藤が。お前、どうした。泣きそう、泣きそう。お前、マジで真面目になってんじゃん。怖い、怖い、怖い、怖い。マジでちょっと泣きそうって。こういうね、つながりはね、待たない方がいい。うん、やっぱり。かっこいいな。こいつ、やばい。お前どうした？いや、これ言われると嬉しいな。やばいな、すげえじゃん。いやいやいや、マジで。旅行とかさ、旅行なんで。誰だお前は？お前どうした？お前どうした？久保さんじゃない。おい大丈夫か？お前ベリベリって剥がれたらなんか別にないじゃないか。流れがないよ。
なんかさ、一緒にさ、飲もうぜとかさ待って一緒にその、なんかどっか行こうぜとか、北海道行こうぜ、北海道行こうぜ、遊びに行こうぜないからたまに俺が感動したアンビリーバーの感動話かよ泣くぜこれアンビリーバーもやな大丈夫かこのくらいで大切にした方がいいと思ってるやばマジで今一番たまに来ようぜたまにな毎回じゃねえから泣くぜたまにな、うん、でもお宅の方が楽しいから今いいよたまにいいよそれはいいよ別になんか予定削ってまで来いとか言わないもんだから本当に空いてる時に来てほしい、うん、稲垣もね、割と一緒に来ないで買ってるから稲垣が一番会いたかったえお前来る時に多分稲垣誘えば来てくれると思うそんなに俺に解剖されてるされてるよお前、うん早川も言ったしね早川も言ったしね会いてぇなあってもどうにもならねえよお前は言っといたけどファイトカードだよ言ってたよ実際俺言ってた言ってた会っても相手に会っても何にもならねえよそう言っといたけどねそれは嬉しいね、うん、だから今度稲垣と早川も誘っていい人会えるかもしれない、まあ、みんなで会おうぜ石間もさ石間が呼べるんだとあいつは来んじゃね普通にいや来るか来ると稲垣はまず来ると思う俺全ての名案俺にかかってるかかってるここ来るここが集まるよ、うん、だから俺らもデフォだ集まるもう言ってくれればもう慌てるからもうバイト休みよそしたらあっても休み1週間ぐらいバイト休むの俺前日3日ごとその後3日空けるからちまちましたねまあ俺も早めに行ってくればいいワンゾ早めに行ってくればマジ空けるマジ空けるちょっと行くかそう開いたかなと結構ね、向こうの人がさ、早めに言ってくれるからマジ助かるんだよ開けられるわっつって早めに言わないとそもそも俺らも分かんないし早めに言わないと俺も開けるんだよだろうねさすがにあの瞬間を開けるっていうのはなかなか厳しいいや、ほんと1ヶ月前とかじゃないと、まず俺らも開けられないんだよバイト上ね決まったらチョコレって結構でもさ、1ヶ月以上前じゃないですか、ね、もうこの辺にやるから、ね、そうそう大まかな予定決めといて細かい予定日程だったらもう大体1ヶ月ちょっと前ぐらい前回の北海道もさ、結構前だったよだからだって北海道行くこと自体はもう決まったんだよまあ12から行くからみたいなそうそう、うん、そこからもう決まったからじゃあ交際早く連絡しようぜあ、12ねそうそうそうじゃあ開けりゃいいよまあ、よつけてられんな、ネクタイでもこれ慣れ慣れか俺のバイト先ずっとこれだから全然現代の人じゃないからこれだけそうだって基本的に俺のバイト先あのこれ脱いでこれだからそうだからこれ慣れ前はね、うちのバイト先もそうだったそうだっけ、ナイフナイフそうなんだいや、前そうだった今はもう、しないプロだっけそうだねつか、なんかもう支給されるバイト先みたいだから、俺はもう完全にやめてバイトの流れでずっとこれでずっとこれで4時間、5時間、6時間もう慣れはい、できた全然できないからもう気にもしないお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 前が先かお前が先かよいしょ綺麗なトイレやったよあ、マジでなんかね、ボタンでピンってやったらみんなパンパンお前の説明よくわかんねえなんか入った瞬間さ、ウィーンってやけた俺もなんか開いてたよあれなんかさ、全然なんてさ、ボタン押してさ、こうやっていってさ、そういうやつになるんだけどさ、パンって効果音がいいねポカキューメキューアブリー写真はいあれこれ、入ってねえよ入ってねえよ、それこっちかそっちもあんたもうこれとこれ入ってねあ、そっか大丈夫かお前いやいや、あのさっきまで残ったから、うん、これ入ってんのかなと思ったら入ってねえやんこれ熱いんだけどめっちゃいや、来たては熱いですよね
ここの暑い。そう。やべえ。めちゃめちゃ暑い。福田さん、4年の講義めっちゃ呼ぶからよろしくね。あ、呼ぶの？うん。福田さんってさ、もうあと何単位かね、成績は。あと何単位？単位数？ゼロ。あ、え？ゼロで。マジで？え、ゼロで。ゼロ？もう単位はゼロ。行かなくていいよ。基本的にはね。でも、あの、その、卒論とかあるから、行かないと。卒論ぐらいであと何もない。やっぱ俺ぐらいなのか。なんで？あ、単位。え、俺年間決まってんの35単位しか取れないから。あ、それある、俺もあるよ、うん、だから俺20単位ぐらい余っちゃうの絶対。クルル取ってる。俺もあとはいいか。もう4年絶対来いって言われてるの。言われてるやん。でも俺も4年絶対来いとか言われるよ。結局ちょっと取っても来いって言われる。なんか 2,3 教科ぐらい入れとけってことでしょ。結局取ってもなんか単位取ってもまあ安心を持てるってやつでしょ。ある程度入れないとあの文句言われるから、あの飛び出し食らうから。いやまだいいじゃん、だって俺安心もできねえからな。俺何も言われない。飛び出し食らうから。うちは最低 2,3 教科は入れないと思う。絶対に来いって言われるなんかずっと何かしら入れろみたいな。ずっと来るの、来ないのはダメって言われる。そう、それはもう言われない。マジふざけんな。オールフリーだけは頑張ろう。マジふざけんな。何のために今まで頑張ってきたんだよ、調子乗んだよって言って。まあ、言われるけどね。思わない？何のために今まで頑張ってきたって思うよ。マジふざけんな。そうか、じゃあ黒さん余裕なのか。じゃあ週1だな。週1ルート突入だな、これ。今俺らが週1だから。むしろさ、就活入ってさ合わなくなるなって言ってたのにさ合ってるかね。どういうことなんだよ、マジ。俺らが一番びっくりしてるんだから。就活前にさ、何だかさ、なんか終わらしたんだよ。なのにさ、なぜか分かんないけどそこから取らなくなるなって言ったら転身率70まで来たんだけど。早いんだけど。ワンシーズン100でやってるから。マジで。今2000何？2000何？2100ぐらいいってる？2170。動画数で。で高校卒業してからもう2100増えてる。一回も休んでないから高校卒業してから。でも去年1年からもうあれだよ。もう日程決まったよほとんど。金曜日の。金曜日一日来る使えるみたいな。みんな履修取ってるときさ、一日休みとか開けた？開けてたよ。去年から開けた。2年まではできなかった。どっかしら入ってたら。じゃあ金曜開けて、金曜開けたら。金曜ね、あの何も言ってなかったんだよ。開けたんだよ、2人とも。2人とも金曜開けたら、金曜動画撮ってた。そうそうそう。俺、水曜日開けた。金曜開けとけよ。じゃあ金曜日に入れると、あの火曜日も開けるはみになる。ああ、そう。うん、そう。今一瞬忘れてたよ。なんで焼き鳥しちゃったの。そうだ、これ誰？それ俺だ。それ俺だ。頼んだ。チャーシュー。チャーシューか。俺も一緒なんだろうなと思ったけど。あ、チャーシューだ。違う。パッと見何でお前が忘れてる。違う、パッと見何だろうこれと思って、うん、肉、あ、チャーシューだと思って。レミガーかと思って。一瞬ね、何だろうこれと思った。あ、チャーシューだなと思って。黒さん、週1ね。じゃあ週1でください。各週1は週1どうだい。どうだいって言い始めた。週1ですとあれ、あの2週間に1遍ぐらいでいいんじゃない、さすがに。優しいのそれ。優しいかこれ。まあ、週1に比べたらまあ優しくない。今月1だからね。で2週に1遍だから今の、まあ、ペースの倍ぐらい。石間が2ヶ月にいたぐらいでしょ。あんまり酒気分だ。いや別にいいよ。だいぶ飲んだんじゃない。毎日は結構飲んだじゃん。飲んだよ、うん、いいよもう。お部屋ガブ飲みしとけ。お部屋で酔っちゃうかもしれない。お部屋で多分飲みます。じゃあもう飲めないじゃん。水すらもう液体飲めないじゃん。
どれ行ったら正式に来るかもしれない。なるほど、なるほど。私は酔い止めってそういう意味聞くんだと思った。俺ゆうちゃん酔い止めのもと思った。どうも俺もそう思った。酔い止めって聞くんだと思って。大丈夫ちゃんと大谷さん入れてあそっち、ね、初めて知ったよ俺酔い止めってそれ聞くんだ。俺持ってこようと思った。そしたら常備してようと思った。いけんのかよ。倒れないでよ。一番困るやつが一番出っ張る。最悪だ。最悪フォルム手伝うから。フォルム手伝うよ。大丈夫大丈夫。南浦からタクシーで帰るよ。タクシーチケットあげようか。あ、俺今日持ってきてね。これ持ってるよ。あれ使えるのかな。いや、なんか東京。待って、でも未然でほとんど気にしないね。まあ最悪3人で運ぼう。S マッチぐらいわかるわ。みんな知ってる。みんな知ってる。ファミマの近く。それは知ってる。はい、でもあれでしょ、この中で全員自分ち知らないのってさ、俺ぐらいでしょ多分。あ、そうだね。今の変わった後のお園長が。俺多分いける。あ、そう、お園長来たらお前帰れないんだよ。大変なことになるよ多分。一応今マップに登録してあるから。星野だけわかんない。だって俺引っ越して手伝ったもんこいつ。手伝った。手伝った。飯奢ってもらったから。飯奢って思った。呼んでくれれば俺も手伝ったの。お前は食うと思わねえじゃん。俺やったら。いや結構電話すれば結構。違うまだ信用してなかったの。ごめんね。結構来るじゃん。ごめんね。あの去年の7月ぐらい、しかも真っ昼間だったから空いてないかなと思ったんだよ。こいつにはもともと空けてもらったから。いや電話して、あ、何その日、あ、いいよ、行く行くみたいな言ってたから。あと単にこいつはあの普通に近いから行ったけど、お前はやべえじゃん距離が。まあ距離はね、もともと逃げる場所してたから。しかも手伝いに行くのにさ、チャリじゃないきついからさ、多分来るのに。お前やべえことになっちゃう。超面白い。だから元々の吉田氏もまず駅から離れてるから、駅に着いた時点でもう走るだけ。そっか、そんな気持ちつかないで会えるのちょっとで会えるの。そう、最近やってないよ。そしたら俺待ってるから。え、前なんか成人式やったの。ああ、うん、それ以外だ。俺あれは変わってなかったよ。まあ、握手会の時にあったんですよ。なんか合わなかったね。そうそうそう、合わなかったね。お互い来たの合わなかったね。俺、行ってない。お前はさ、別の成人祝いに行ったから。そりゃ AKB だよ。神田明治に来たから。LINE したもん。ああ、そうだ。いや、前の日からも LINE してた。あ、そう、行くみたいな。お前行くの行くの行くよみたいな。なんで合わなかったの。なんでなんかよく合わなかったね。どこにいるのか分かんねえやん。お互い分かんなくて。ソニックだって。違う、あのなんかスーパーリア。あ、そんないいとこやったの。てか SS ってなんかアーティスト来たんでしょ。誰か、なんかいた。あ、来た。いたけど忘れてた。俺その時寝てた。さすがさすが。バックスさすが。分かる、俺も寝てた。これで手間でもねえなって思って知らない。マジでしょ。中学の一次会 でもうその終わった後もバイトだったから、そこで帰った。あ、でもお前直前までさ、バイトあるけど一応出た方がいいのかなとか言ってたもんね。俺行くつもりなかったでしょ、正直。でも俺がさ、いいんじゃねとか言ってさ、成人式やってたけど、でもいいんじゃねバイトは、バイト行っとけよみたいなさ。ただ、中学メンバーはまあ、仲いいやついたから、昔からね。あれでしょ、あの時あのさ、俺がさ、あれじゃん、なにお前も相手なのって、なんで会っとけよかったじゃねえか。で俺バイトなかったら、吉さんとこ行って、飲みに行こうぜって。お前がバイトじゃなかったらさ、俺誘ってたのにとか言って。俺だって、あの、行くつもりなかったから、バイト入れちゃってたんで。静かに帰ってたじゃねえか、俺。なんか多分、ここで行ってたら、何、え、お前ら飲むのあとなと、マジでって、俺も言ってた。だから先行くのを誘っとくべきやった、マジで。開けとけよかったな。俺だって開けてたもん。後悔してたんだよ。やらかしたいや、てっきり星黒さんは開いてないと思ったから、星を大事にしたから。こっちじゃなくて、こっちにしとけよ。
大丈夫、今度からそういうことがあったらグループラインにするから1枚いる、ね、あ、じゃあ頼む、ね、俺もいる、気が引くじゃないでしょうか、1枚なのになのにやるやん、どうした、俺のおしぼりがなんかさ、もうカッ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 やべえじゃん、なんかキッチンペーパーみたいなそうそうそう、調理した後のこちらです。キッチンペーパーはここに。ああ、そうだね。ちょうどいいやつ。ただのキッチンペーパーやん。トイレットペーパーじゃないじゃん。なんか唐揚げ揚げた後のシミみたいなやつじゃん。あの油取るやつな。まだ熱いんだけど、めっちゃ熱い。そんなの。あざっす。みちの領域かもしれない。マジで。いや、俺は結構。ええ、毎日もこんな感じ。前らよ。こっからみたいな、今スタートラインだったり。マジで。うん、俺もジムだよ。割とまだ普通に戻れる。結構今日暑かったしかけだからさ、コスパがいいな。ね。いつもさ、飲み放行ったらさ、ビールめっちゃ頼んで、最後に俺らさ、3人でさ、取り切り普通にガシ飲みしたらさ、破産するもんね。破産する、マジで。枯れなくなる。え、金ねえ、どうしよう。え、とりあえずクレカで、払うしかないよ。そうだよな、やっぱ破産するよね。いや、マジで飲むんだよ。確認じゃないとダメ。いや、じゃないとダメ。マジ話す飲み放じゃないとまずく大丈夫、一番バカなのはタタラ祭りだって覚えてるしそんなもんだ俺さ飲み干したら誰かカンカンってくるの3人分最初俺やったんだよね、クソがやっ て、じゃあ俺もっつって見せてじゃあ俺もやったじゃあ俺もやったループだからありがとうございます、やったやった俺さ、俺一つさ、クロさんついてきてさ言ってたよあざっす、うん、あげたからね、あの時さクロスでさ、あの氷結飲むしよって俺も多分その時まだビールそこまでじゃなかったから、あのじゃあ俺も氷結がいいんだよな、でも吉田どうする、ビールじゃねみたいなってビールでいいんだよねあじゃあビールに行くから俺の意見なしだから LINE つけよって思ってあいつはもうビールだろ、確定だわ、あれだから、だから俺らだけ氷結買ってきてその時さ、俺だけビール好きだったんだよそう、俺まだね、覚醒してなかったんだよだから、ビール乗って持ってきゃいいんだよねそしたら、おいしょビールね飲んで俺だけビールなんだよでもさ、俺一回さ、あれだよ、キュウリ買おうとしたよキュウリ買おうとして、なくてないって言われてあ、アイスにするみたいな話出てで、いや、でも酒でいいよ、いや、酒でいいんだよ、ね、あ、じゃあ、基本的に抑えとくかみたいなってでそうなんだよ吉田大丈夫だから、ビールすっからビール大丈夫ですあいつ大好きやからなで、その後もちょっと待ってるだっけ、うん、こいつらバカなのかさ、まあ、さ俺がさ、普通にさお、キュウリうめえなって言ってさあげるよってさ、欲しいなけどさキュウリがうまいわけ、まあキュウリはうまいけどさうまきゅうりって言ってさ、くどんにさ、くどんきゅうりがうまいよしうんまーって言ってるからさ、バカなんだよこいつらお前ら振りかあれは振りじゃなかったけど、ガチで振りっぽくなっちゃった普通にうんまーって言ってるからさ素出ちゃったよね、あれはうんまーっつってバカだなって思ってた毎回こんな感じでうまいねもうでも、おもろいっしょよいやあれね、結構面白くね結構楽しい、いや常に朝帰ってっから、うん、でもあそこからでしょあの俺がビールいつも持って帰ってそうこいつそれからさもうさ来るたび来るたびさ最初さあおすそ分けやつさ朝日持ってくる